え、でも女の子いる。俺も女の子のアバターにしたいんだけど。男のアバター嫌なんだけど、女の子のアバターがいいんだけど。いや、いや別にだから見た目がいいじゃん、女の子のが。声とかじゃなくて。挨拶、あ、すいません、じゃあ。よろしくお願いします。お願いします。なんでみんな喋ってくれないんだろう、これ。お願いしまーす。ヤーマン3って何？ヤーマン3。今日安全日です。ヤーマン3。ヤーマン2も1もいるってこと？安全日だって男の安全日じゃないでしょ。女の すいません、もう、ビタビタです。これどうやって始まんの？早く始めればいいのに。フルボッキ。ルーマスが始める。ルーマスってない。ゴムありでお願いします。神です、よろしくお願いします。次へどうぞ。今日安全日ですけどいいですか？早く始まらないですか？なんですか？早く始まらないんですか？ほんとマジです。お前ら頭おかしいでしょ。障害抱えてんじゃないの、てめえら全員。ちょっと待って、ちょっと待って。何回言わせんの？何やってんだよ。苦しむんだったらいいって。いや、これ別に俺じゃないからね。誰が喋ってんの？いるんだから言えなかった。正当な理由じゃねえ。何回言わせる。俺じゃないって。お前がうつ病か。よろしくお願いします。いたずらやめてください。ですか、これ。お願いします。始めましょう。始めましょう、早く。早く！何これ？もうやめるか。もうそういういたずらのやつがいるもんだって。何がしたいのかわかんないね。いたずらじゃない、してないって俺。誰かが動画とか流したんじゃない？よろしくお願いします。コナンがいるぞ。死人が出るぞ。おい、大丈夫か、この部屋。ルーム番号隠せ。いや、別に隠さなくていいでしょ。よろしく。から5番さんから時計回りに転校してもらいます。
はい、5番です。こんばんは。目の前の豚が回ってません。以上です。6です。よろしくお願いします。1番の深夜の帝王です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2位さっきやったらさ、やっぱ人殺しだ。ちょ、なんでこれ、接続切れとかになってるぞ、これ。この部屋はモノマネがありなので自由にやっちゃってください、お願いします。これできないの、またこれ。何、タスク切りって。お止まりします。タスク切りってなってるけど、タスク切りって何。タスク切り、おめえだよ、おめえだよ、このクズや、クズ女がよ。なあ、だからもうやめて。おめえこと言うて、この野郎、ツイキャスでやってない、このもうできないじゃん、クズ女がよ、てめえよ。ああ、今日売名なんだろ。なあ、そうやってよ。退屈しよ、これ。あの、本当にさ、人狼がやりたいからさ、やめてくれないかな。本当に。もう終わるか。もう、あ、大して面白くねえしな、これ。大して面白くないよ。部屋番号だって、どうやって隠すの、部屋番号。隠し方は分かんない。もう終わりでよくない、今日は。うん。うわ。でも、誘ってますって、これこっち行っちゃダメなの、これ。残念、原因。うん。この負け原因としては2番の。よし、こずれ切って。終わってるんだね。終わってるとこで入ってる。ネタがトロールしなかったらまだ勝てましたからね。始まるとこで入るんだよ、ダメだ。ルーム番号隠し方は分かんない。いや、終わってて、なんかもう雑談してたもん。私聞こえてますよ、ドーナツさんの声。あ、僕も聞こえていますよ。よかったですね。よろしくお願いします。で、4番さん、はい、ます。で、4番さんがチャット構成がいいですかって聞いてきたんですけども、まあ、2日目からありっていうことにします。1日目からちょっと考察とかそういうのされちゃうと、やっぱり人狼側が不利になってしまうので、まあ、でもそう言って初日痛みはなしですけども、あ、終わってんじゃん、これ、はい、終わってんなんでこれダメなんだろう、これ。痛みなしで、ちょっと始まるとこ入れないの、これ。よろしくお願いしますか言っちゃったけどさ、もう終わってんじゃん、これ。これからでしょ。いや、だってなんかもう終わった後の対談みたいになってたよ、今。じゃあルール説明って別にする必要ないじゃん。で、人狼ルールなんて分かってるじゃんって、みんな、うん。ルールなんて別にこのゲームの内容でしょ。大体分かんじゃん、ルールとか。ルール毎回説明する？いや、さっきしなかったけどじゃん。あ、そうなの？じゃあもう一回やるじゃん。